北海道放送、北海道放送株式会社、北海道放送、略称、HBC は、北海道を放送対象地域とする、ラテ県営の特定地上機関放送事業者である。テレビは、JNN の機関局、5社連盟。札幌放送局のコールサインは、JADTV。リモコンキー ID は、1。ラジオ、 中波放送は JRNK と NRNK のクロスネット局。札幌放送局のコールサインは JAA。上記の放送局はいずれも現存しているが、2003年4月以降独自番組の制作を取りやめており、ラジオテレビの送信、及び取材拠点としての業務のみを行っている。その他、かつては、網走市、紋別市に通信部も置かれていたが廃止された。 かつては、札幌市内のテインレ山一帯で、スキー場、遊園地などからなる、株式会社テインレオリンピアを、三菱マテリアルとの交弁で運営していたが、その後カモリ観光にすべて売却された。札幌テレビ放送、STV がラジオ局を分社したことにより、道内の民放では、唯一のラジオテレビ経営局となった。データ放送を実施しており、番組表サービス、 G ガイドを配信している。系列新聞は、北海道新聞、同心、同心スポーツ。現在のマスコットキャラクターは、猿が、モチーフの、モンスケ。キャッチフレーズは、ガッチャンコ、2014年7月より。HBC の初代社長を務めた、安倍健夫とは、当時の親会社であった同心から派遣され、開局当初は、同心系列の放送局であったが、 1972年に HBC と同心が協力して、北海道文化放送 UHB を開局した。UHB 開局後、HBC と同心の資本関係は、マスコミ資本の集中排除原則の兼ね合いから、毎日新聞社と東京放送、現東京放送ホールディングスのように希薄になったが、ラジオニュースでは、平日日中の00分時に、同心ニュース30分時は、 HBC ニュースの名称を使用し、現在も引き続き良好な関係が続いている。なお、現在の筆頭株主は、共栄化災開情報険である。テレビドラマは1958年11月から、東芝日曜劇場での制作に参加したほか、近鉄金曜劇場などの放送枠でもドラマを制作した。これらの放送枠から、うちの本館、ダンプ、母ちゃん、 幻の街などの作品を全国に送り出し、日本民間放送連盟賞や芸術祭賞などを数多く受賞。芸術祭賞では、オロロンの島1962年が文部大臣賞を受賞している。日曜劇場が TBS 制作の連続ドラマ枠になってからは、他の2時間ドラマ枠にて年2本のペースでドラマを作り続けてきた。 キー局やスポンサー等の関係で現在は特別番組としてのテレビドラマを年1作程度制作しているほか、ラジオドラマの制作にも再び力を入れるようになった。2012年には HBC 創立60周年記念作品として企画された連続ドラマ、スープカレーを全国ネットで全10回にわたり放送。ドキュメンタリー番組も数多く制作しており、 代表的なテレビ作品として、ヤンキー母校に帰るや、大草原の少女みゆきちゃんなどがあり、両作品とも DVD 化されている。芸術最小でも制作番組が受賞しており、指定の創列、1982年、ヒューマンドキュメンタリー命の記憶、小林滝二十九年の人生マイナス、2008年が大賞を受賞した。近年では、 記憶障害の花嫁最後の微笑みが2011年度の JNN ネットワーク大賞を受賞した。上記のほか、バラエティ番組も自社制作しており、一部はローカル枠を利用してゴールデンタイムに放送されたり、単発番組として全国放送もされている。青少年を対象とした文化活動も積極的に行っており、HBC 少年少女合唱団、 HBC ジュニアオーケストラを企画運営しているほか全国子ども音楽コンクールの北海道ブロック大会とて HBC 子ども音楽コンクールも主催している。2001年4月に気象庁より道内の放送局で初めて天気予報業務許可業者としての認可を受けたことに伴い2001年12月に HBC ウェザーセンターを開設 独自の天気予報が可能になった。道外でも、青森県の一部や北方領土で、テレビの視聴やラジオの聴取が可能。2019年2月現在、JNN 機関局、5社連盟で、唯一認定放送持ち株会社に移行していない。1959年春行、1967年増築。 の HBC 会館は老朽化が著しく、2017年5月26日の会見で会館に隣接する立体駐車場を解体した土地に新社屋を建設することを発表した。規模は地上9階、地下1階建て、延べ床面積は玄海館と同規模の12,376平方メートル、設計、管理は玄海館と同じくめの設計札幌市社。 思行は入札の結果、熊谷組、北海道支店が受け負う。2018年10月に着工し、2020年3月末の竣工を目指す。TBS の美術部が制作した初代のロゴマーク、以下、旧ロゴと記載は、1956年から2001年11月まで45年に、渡り使用していた。テレビでは、旧型の湾曲ブラウン型の図形の中に、 HBC テレビのロゴを片切ったものもあり、これは現在もマイク、記者腕章、本社駐車場内車庫の外壁、中継、機材車、札幌を除く道内各放送局の外壁、一部テレビラジオの送信書と中継局に残っている。なお、本社社屋に掲示していたロゴマークは、旧ロゴと多少デザインが異なったものも掲げれていたことがある。 創立50周年を迎えた2001年12月より、旧ロゴをスマートにした、現在の文字ロゴ、2代目、以下、正式ロゴと、記載に変更された。主に本社社屋の外壁、放送機材、封筒、テレビラジオの番組表、ホームページなどで使われている。また、札幌ドームレフトポールキュアのフェンスに、広告掲示している、HBC テレビラジオの示せにも使用しているほか、 一部の送信書、中継局でも使われている、地上デジタル放送送信施設のある、テレビ送信書、中継局は、ほとんどがこのロゴマークとなっている。2006年の春改変時からは、テレビ放送用の新ロゴ、3代目も登場。1から始まる HBC のキャッチフレーズで、B の中に、数字の1がデザインされ、グリーンで配色された新ロゴは、 デジタルテレビ放送の PR も兼ねて、正式ロゴと2011年10月31日まで併用し、データ放送を含む、テレビ画面のウォーターマークや表示アイコンの、他ニュース速報、造形法、交通情報、TBS ニュースバードの取材クレジット表記などに使用していたが、2011年11月1日からは、従来の正式ロゴに戻された。なお、テレビ送信 中継局では、当初より、新ロゴを使用せず、旧ロゴや、正式ロゴを掲示している。北海道新聞では、テレビラジオラントも、HBC と略称のみで掲載。その他、同心以外に、道内で公読されている。全国紙、地方紙は、HBC テレビ及び、HBC ラジオと表記している。以前は同心も1982年頃まで、HBC テレビび、 HBC ラジオと表記していた。青森県を中心とした道外地方紙では、東欧日報が HBC をはじめとする道内のテレビラジオ番組をハーフサイズで掲載。ラジオ欄は HBC ラジオ、テレビ欄は北海道放送と表記。また全国紙においてもスポーツ日本と新聞赤旗の北、東北版は HBC をはじめとする道内の TV 番組を極小サイズで掲載している道内ラジオは、スポニチ北東北版が FM ラジオ局のみ始め、道内 AM ラジオ局を掲載しているのは東欧日報のみ。また、かつての河北新報ラテランでは、テレビが北海道テレビ、北海道放送テレビという意味で、HTB 北海道テレビとは別と、ラジオは北海道放送と記載されていた。 フィラー番組 TBS ニュース旧称 JNN ニュースバード TBS ニュースバードは当初札幌放送局のみの終夜放送月曜未明の一部を除くであったが2005年3月28日から道内全域で終夜放送しているただし不定期に一部地域で放送休止となる場合がありメンテナンスの状況によっては フィラー開始前の HBC 天気予報とその前のテレビショッピングの放送も一部地域で休止となる場合がある、主に月曜日未明。TBS ニュースが放送休止、放送開始まで数分程度あるいは衛星配信、そのものが休止の場合は本社に設置されているお天カメラの風景映像に音楽を交えて放送される。TBS ニュースバードのフィラー放送開始以前は、 本社に設置されているお天気カメラの風景映像に音楽を交えて放送される形式だった。画面下にアナグテレビ放送終了の告知を表示。以前は自番組の予告を表示していたが、これも当初は札幌放送局管内のみで他の地域では、道内局独自のカラーバー、または NTT 中継回線テストパターンを流してた過程を発していた。TBS ニュースのフィラー放送時、 ワンセグでは随時、ワンセグ向けに独自の番組を放送することがある。午前4時台。テレビでのプロ野球ナイター中継は、キー局である TBS テレビで対巨人戦が放送される日に限り、日本ハム戦の中継に差し替えて放送することが可能となっている。2007年までは、札幌ドームまた福岡ドームでの対ソフトバンクのみ、差し替え。このような場合、 甲子園球場での阪神大巨人戦は CS 放送、ガオラでの録画中継放送、生中継は NHK が NHKBS1BS ハイビジョンで放送が割れるケースが多い。その他の大巨人戦は BSTBS、TBS BS ニュースバード、TBS チャンネルの生中継で視聴可能。CBC テレビ、CBC、毎日放送、MBS。 ごく一部の日程のみ、中国放送、RCC とは異なり、JNN 協定に単発特別番組など、特例の場合を除き、後日放送を行うことは認められないというただしがあるため、ゴールデンタイムにネット番組を休止して、独自のナイター中継を放送することは、事実上困難である。これは地元に、プロ野球球団が存在する東北放送を、 TBCRKB 毎日放送 RKB も同様の対応となっている TBCRKB ともに一時 CBC や RCC と同様にネット番組を休止して独自のライター中継に差し替えていたことがある。なお、過去に HBC でゴールデン枠の退去人選が差し替えられたケースは2005年と2007年3月30日4月20日 5月18日に3回ほどあったが、2004年と2006年はわずか1回の中継にとどまってる。その後、木曜日や週末などのローカル枠を利用して、レギュラー中継枠を確保し、ブラボー、ファイターズの番組名で放送している。北海道のテレビ局ではで唯一、深夜アニメの制作を手掛けている。ああ女神様、第1期は TBS では、 深夜に放送されていたが HBC では朝6時から放送された地上波では HBC のミネット。しかし、アあ、メガミ様それぞれの翼第2期は枠の関係からか未放映、地上波では MBS のミネットとなった。近年はテレビ北海道 TVH に次ぐ数の深夜アニメを放送しており2006年4月より独立局アニメに参入し 2012年4月からは、アニメ、声優情報バラエティー、声池田、が放送された。ワンセグ放送のみ、番組情報が一切記載されない。このほか、ウェザーセンターと報道フロア内に、顔出しブースがある。企業、団体は、当時の名称。出展。地上デジタル放送では、原則として親局は一社一局とされた、総務省が定めた。 コールサインの割り当て原則によるため、札幌放送局を除く道内各放送局にはデジタル放送のコールサインが付与さず、札幌放送局管内の中継局扱いとなった。2011年7月24日まで放送した地上アナログ放送では、札幌以外の各放送局にもコールサインが割り当てられ、各局ごとにローカル放送も行っていた。 現在はラジオのみ、ローカル放送を行っている。本項目では、札幌以外の各放送局が使用していた、アナログ放送のコールサインを親局のみ記載する。機関送信所施設は、札幌送信所のみ、つぼね単独で使用しているが、他の道内各機関局の施設はすべて他の放送事業者と共同使用しており、中継局施設もすべて民放各局、一部は、 NHK も含むと共同使用ている。地上デジタル放送の UHF 送信アンテナは2011年7月24日まで使用した VHF アナログ放送用送信アンテナより高い位置に設置しオレンジのかかった色のものとなっている。1956年に完成したアナログ放送用 VHF 送信アンテナは ST 型のものを使用していたが 落ち氷雪対策及び地上デジタル放送の共同実験施設としての使用と地上デジタル放送開始に伴う UHF アンテナ乗り付けに対応するため1970年代以降に送信鉄塔を別の位置に新設して従来の鉄塔よりも高くした上で送信鉄塔の四隅に VHF 送信アンテナを取り付ける形式に変更された 2012年初頭には1956年のアナログテレビ放送開始当初から長年に使用していた送信所局舎の老朽化に伴い、原局舎の隣に新しく建設されたデジタルテレビ送信所の局舎が完成した。当時、無謀とも不可能とも言われた手稲山テレビ送信所の建設は、現場までの道路を通す工事から着手し、 その後建設工事は難航したものの大きな事故もなく完成した。これにより全国でも類を見ない標高1024メートルの手稲山に初めて設置された HBC のテレビ送信所の電波が遠く離れた場所でも届くことが実証された。送信所の設置場所については手稲山を主張していた電波をできるだけ遠くへ送信するため標高の高い山頂に設置する。 HBC と札幌テレビ等を主張していた NHK 札幌放送局の間で主張闇が対立していた。NHK 札幌放送局と STV は当初札幌テレビ等に送信所を設置していたが、HBC が手稲山に送信所を設けたことで離れた場所でも電波が届くことが実証されたことから、後に両局とも手稲山に送信所を移設している。 中継局デジタル送信所は TEVH を除く民放各局と NHK 旭川放送局が共同で旭山 NHKFM 送信所となりに新設した送信鉄道は NHK と民放各局が共同使用するが局舎は民放各局のみ使用する旭川放送局は当初旭川駅前にあった 朝日ビルに入居していたが、1991年9月に、北海道旅客鉄道、JR 北海道旭川駅と一体化した局舎を新築し移転。しかし、旭川駅の高架化に伴い2010年10月に、現在地へ再移転した。一点前の旭川放送局1階には、テレビラジオそれぞれに、スタジオがあった、ラジオスタジオは、業務フロアにも一つありが、 HBC ではほとんど使わなくなったため、全面ガラス窓でサテライトスタジオとして使用可能であった。ラジオスタジオは当時旭川駅社内に本社があったコミュニティ放送局 FM リベールに貸し出されていた。しかし2006年に HBC がスタジオの明け渡しを要請したため、FM リベールは2006年5月に買い物公園に面する吉武パークビル移店。 FM リベールが使用していたスタジオは現在地への移転まで地上デジタル放送の PR 拠点として活用していた。また、かつてはアナログハイビジョンの受信公開や CS 放送各局のモニターが映し出れていた。施設として HBC メディアプラザ ACSAC ズ AC も JR 旭川駅1号館2階にあり、一般客も入場できたが数年後に閉鎖された。 アナログ放送には、ジョヘ TV のコールサインが付与されていた。中継局、送信所施設は t v h と共同使用。函館送信所から発射される電波は、津軽海峡を越えて、青森県の一部地域でも直接受信、または共同受信設備、CATV を通じて、視聴可能。音声多重放送は、 地上デジタル放送を開始した2007年10月1日、実際には2007年8月30日13時の試験放送より実施された。2007年10月1日から放送開始した地上デジタル放送は t v h の UHF 送信アンテナをそのまま使用しているため指向性がかけられている。これにより青森県では 函館市から距離が離れていない大間町周辺などの一部地域を除き受信が困難な場合がある。アナログ放送には情報 TV のコールサインが付与されていた。函館ガビア中継局は2013年1月よりガビア地区テレビ受信組合によるキャップフィラーでの送信を開始したことにより廃止された。中継局地上デジタル放送は TVH を除く民放各局が共同でデジタル送信書を新設し2007年10月1日より放送を開始した2003年3月までは放送センターが置かれていたアナログ放送にはジョカフ TV のコールサインが付与されていた中継局デジタル送信書は UHB、a r g ノースウェ a v と共同使用開局当初は 現在の送信所の近くに設置した長巨大パラボラアンテナで札幌局からの電波を受信して帯広地区に向けて再送信したり、釧路放送局などへの中継拠点として利用していた時期があった。これは日本電信電話公社、電電公社、現 NTT の中継回線使用量が割高だったためで、その節約のための苦肉の策であった。アナログ放送には ジョ t V のコールサインが付与されていた。中継局送信書施設は UHB、a r g と共同使用。2003年3月までは放送センターが置かれていた。アナログ放送には j ョ c ム m t v のコールサインが付与されていた。中継局、地上デジタル放送の送信書は t v h を除く民放各局と NHK 串路放送局が共同で、 福路市春鳥八丁目、旧 UHB アナログ送信所に新設。鉄塔、UHF 送信アンテナは2011年8月に開局した TVH を含め共同使用しているが、局者は単独で新設した TVH を除く各局が共同使用している。建設の模様は2006年10月15日放送の HBC 広場、あなたがご意見番でも紹介された。 2003年3月までは放送センターが置かれていた。現在は、ラジオ送信書機能のみ存続。アナログ放送には、ジョカル TV のコールサインが付与されていた。中継局、アナログテレビによる音声多重放送は、札幌放送局のみで実施していた。北海道は、放送区域が広大で多くの中継施設を要する、こと、道内各放送局。 中継局を結ぶ中継回線、全道ラインに NTT のマクロ波を使用していた頃の使用量が高額だったことに起因している。地上デジタル放送の開始により、全道ラインは、ホトネット、北海道総合通信網に移管された。これにより、全国で唯一アナログでの音声多重放送が行われなかった函館、朝旭川、帯広、釧路、 北見室蘭の各放送局管内でも HBC を含む道内民放テレビ各局の音声多重放送を楽しめるようになった。2カ国語放送、ステレオに音声放送 5.1CH サラウンド放送を行わない限り、モノラル収録であっても常時ステレオ放送の状態となっている。地上デジタル放送開始後は、プロ野球中継を中心に音声多重放送で制作。 放送されるようになった。放送時間はいずれも JST。2019年9月現在。インは毎日放送制作。インは CBC テレビ制作。関東地区では独立 UHF 局ネットで放送されたため、UHF アニメにも分類されることがある。項目のない人物のみ、職歴を記載。気象キャスターは全員、HBC ウェザーセンター所属。 太字は原色、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。